皆さんは BTS の楽曲でどの曲が好きですか？ BTS はアイドルグループでは珍しく、メンバー自身が楽曲制作に携わっています。特にシュガが作詞作曲に関わった楽曲は数多く、どれも評価が高いため BTS の天才プロデューサーと呼ばれています。そんな才能豊かなシュガですが、実は過去に対人恐怖症やうつ病を患っていたというのは一部のファンの間では有名な話です。今回はシュガが対人恐怖症やうつ病になった時の状況、メンタルヘルスに関する彼の関心の高さについてご紹介いたします。シュガは1993年3月9日生まれの現在28歳で、 BTS では上から2番目の年上メンバーです。ストイックでクールな性格のシュガは、明るいメンバーが多い BTS の中では特に落ち着いた印象で、メンバーを見守るお父さん的な役割を果たしています。またいろいろなインタビューで、生まれ変わったら石になりたいという無気力にも聞こえる発言をしていることから、アーミーたちからは愛情を込めてGと呼ばれているのも微笑ましいエピソードです。シュガがラップに目覚めたきっかけは、韓国のヒップホップユニットエピックハイのフライを聞いてヒップホップに興味を持ったことだったそうです。中学生の頃からMIDIを学び始め、地元テグの音楽スタジオでアルバイトをしながら作詞や作曲の技術を習得していきました。当時インディーズで音楽活動をしていたシュガでしたが、音楽活動だけでは収入が足りず、いろいろなアルバイトを掛け持ちしながら生活していたのです。そして高校2年生の時にビッグヒットエンターテインメントが主催する1回目のオーディションで準優勝し、両親の反対を押し切り事務所に入所しました。シュガ本人は作曲やプロデュースを担当するものだと思っていたそうですが、ビッグヒットの代表であるバン・シヒョクプロデューサーに、お前は 1TYM のようなグループでデビューさせるよ、ダンスなんてしなくていい、ただリズムに乗ってればいい、ラップだけ一生懸命やってくれと言われます。この言葉を信じたシュガは BTS のメンバーに加わりデビューすることになりました。しかしバン PD の言葉とは裏腹に、実際は厳しいダンスレッスンがあり話が違うと事務所に抗議したこともあったそうです。シュガがダンスをしない約束で BTS に入っていたとは驚きですね。しかしこの破られた約束のおかげで現在の7人の BTS があり、そこで活躍するシュガの姿が見られるのはファンにとってはありがたい結果だったと言えますね。BTS としてのデビュー以降、シュガはパフォーマンスをするだけでなく楽曲のプロデュースにも関わるようになります。 BTS がこれまでに発表してきたアルバム全てにシュガが作詞か作曲で参加しており、シュガが関わっていない楽曲を探す方が早いぐらい BTS のほぼ全ての音楽を支えています。パフォーマンスだけでも大変なのにプロデュースまでするとは天才としか言いようがありません。そしてとにかく仕事をしていないと落ち着かないというワーカホリック気味なシュガは、なんと常に200曲以上も楽曲をストックしているそうです。その天才ぶりがよくわかるエピソードがあります。それは2020年にマップオブザソウル7のアルバムが発売された時のことでした。リード曲であるオンのダンスブレイク部分のビートにシュガが7年前に作ったビートが使われていたというのです。シュガは7年前の2013年1月に BTS の公式 YouTube チャンネルで音楽機材の解説映像を公開していました。この時の映像はシュガが機材を操作する手元だけを映しながら淡々と解説をしているものですが、それだけでもシュガの才能を感じることができます。なんとこの動画を見たアーミーたちは、解説動画で作られたビートとオンの後半部分にあるダンスブレイクのビートが見事に一致していることに気づいたのです。常に楽曲をストックし、いつでも完璧な引き出しを用意しているからこそのエピソードにはファンも驚きを隠せませんでした。またシュガが楽曲をプロデュースをするのは BTS だけではありません。メンバーのソロ曲をはじめ、数多くのアーティストに楽曲提供を行っています。
2020年には韓国の国民的歌手 IU の楽曲もプロデュースし、自らフィーチャリングとしてボーカルに参加し話題を集めました。2022年2月にはジョングクのソロ曲 Stay Alive がリリースされましたが、この曲もシュガのプロデュースによるものです。天才プロデューサーであるシュガと BTS のメインボーカルを務める黄金マンネジョングクとのコラボレーションはまさに夢の共演ですよね。他のメンバーがオフの時やワールドツアーの最中でもホテルの部屋などで常に仕事をしているほどストイックなシュガ。才能があるのはもちろんのこと、努力し続けているからこそ多くの人たちから認められているのでしょう。誰もが認める音楽センスの持ち主のシュガですが、過去に対人恐怖症やうつ病、脅迫症、不眠症などのメンタル不調に苦しんでいたことを語っています。シュガはソロ活動をするときにオガストディという名前で活動していますが、ザ・ラストという曲の歌詞に当時の状況が書かれています。歌詞には対人恐怖症になったのは18歳の頃、ああそれぐらいから俺の精神はだんだん汚染されていった、うつ病、脅迫が時にぶり返す、などと書かれています。また、歌詞の中では、両親と一緒に精神科のカウンセリングを受けに行ったことも明かされています。ヒップホップの道を目指していたシュガは、自身の希望とは異なったアイドルという形でデビューすることになり、当時のインディーズ仲間や周囲の人たちから、結局はアイドルラッパーだ、とバカにされたこともあったようです。またその才能を妬む人たちから心ない批判を受けることも多かったでしょう。そんな冷たい言葉をかけられているうちに人の目が怖くなり、人が多い場面ではトイレに隠れて時間を過ごして耐えていたこともあったそうです。ドキュメンタリー Burn the Stage エピソード7では、練習生の頃から人が多い場面が怖かった、日常的に普段何かをする時も人が多いのはまだ怖いですと語っています。2020年コロナ禍に発表されたアルバム B の収録曲 Digeez の作詞作曲もシュガが参加しています。 Digeez は英語で病気という意味です。歌詞の中ではメンタル不調は誰でもなり得るという歌詞を通して、同じような苦しみを持っているかもしれない多くのリスナーの共感を得ています。みんな同じ人間だよ、そんなに特別なことではないんだ、じっくりみんな治してみよう、心の病の種類だけでも400個以上にもなるのに該当しない人がほとんどいない、病気になったのが世の中なのか自分なのか、単純に見つめる解釈の違いか、俺はわからない、でも誰かを変えてみることより早いのは自分が変化すること、いつも完璧なパフォーマンスを披露し素晴らしい楽曲を世に生み出しているシュガですが、裏では想像できないほどの葛藤を抱えているのですね。現在、対人恐怖症が完治しているのかは分かりませんが、完治とまではいかなくとも、症状はだいぶ改善し、病気とうまく付き合っていけるようにはなっているのでしょう。アーミーたちの前でも明るい表情を見せてくれています。過去の痛みや苦しみをパワーに変えて、世界中から愛される楽曲を作り続けてくれているシュガには、尊敬と感謝しかありません。2021年夏、アーミーたちが BTS メンバーに各メンバーの心配なことについて聞いたところ、J-HOPE がジミンの不眠症が心配だと語りました。それを聞いたシュガは、睡眠外来で診察を受けたらどう？俺もすごく助けてもらったよ。と、具体的なアドバイスをしています。これを聞いて、ジンやテテ、RM も睡眠外来に行ったことがあることを立て続けに告白しました。芸能人にとってメンタルの不調などは公表しづらいテーマですが、スターでも一般人でも誰でもなりうるんだ、隠すことではないとさりげなく重要なメッセージを視聴者に伝えてくれたエピソードです。またシュガはファンからの悩みに答える企画の中で、ストレスとの付き合い方は本当に難しいです、だから僕は心理や哲学、精神、脳などについて勉強するようになりました、最終目標は心理カウンセラーの資格を取ることですと語り、その理由について、自分のような子たちに会った時どんな形でも力になってあげたいんですという趣旨の回答をしています。 J
自身の体験からメンタルヘルスについて勉強し、社会の役に立ちたいという決意が真面目なシュガの性格を表しています。今回はシュガが対人恐怖症だった過去と彼が目指す今後のビジョンについてご紹介しました。これからもシュガやメンバーたちが作ってくれる BTS の音楽とそこに込められたメッセージを受け取るのが楽しみですね。それでは次の動画もお楽しみに。ボラヘー。